ばんは。イヤホン。始まりました。明日は東京で公演があります。昼の部では速攻元気が配られます。よろしくお願いします。そう、月一であるからね。明日はまずは1回目ですね。お届けしますよ。顔見に行きましたね。あ、確かに10月5日もですかね。10月5日の東京も出演させていただきます。公園行きたい、ぜひぜひ。映画を見に行けるほどの体力にも戻りましたね。確か明日は無料配信もあるよね。夜の方かな。アベマで。話し会ありがとう。アベマで。アベマ。楽しもう。今んとこ顔の調子もいいんで、明日も持つといいな。なんかね、目がいいんですよ最近。昨日と今日いいんですよ。
イエーイ。今日は全然携帯を触らなくて、明日更新しよう。インスタ更新できるかな。危な。キャー。ついてない。あとじゃあ、お待ちしてます。楽しい週末。9月は爪爪なので、元気に頑張ろう。ちょうど自炊にもハマってきたのに自炊にハマってきた頃に全然できなくなるっていう。そうそうね、コンビニ生活に戻る。パネル展もぜひ20日まで。カレー美味しかった。指がさ、段ボール開けとったらさ、切れたんだよね。私の指がやっぱりそんなに強くはないんだ。そうなんよ。ちょっとお風呂入は絶対しみるから。
ダンボールを手でってしよったらなんかダンボールってあれだね、あの切るときっていうか力、あそこの切れ目に指で力入れるだけで指切れるんだね。びっくりした。そうなの、あの切れ目に指当てるだけで切れるんやって。切ろうとしてなくて反省しました。ねえ、今日何回もいたってなって、防水で。緊急で持ってきた絆創膏もあったけどさ、それ防水じゃなくてさ、ならもういいかって。切れ味良いね、切れ味が良かった。かわいい絆創膏なんだけど、多分そう応急処置とか、あの機能面じゃなくてかわいいだけのあの靴ずれとか、ささくれ用の絆創膏だったから。私が靴ずれ用に買ったやつ、すぐ靴ずれするから、まあ、靴ずれもちゃんとした靴ずれ用のね絆創膏もあるんだけど、痛くなくなる、めっちゃ熱いの。そうそうなんかあるんよ、ちゃんとかかとのねとこにちゃんとヒットするやつがあるんですよ。これ考えついた人すごいな。なんかめっちゃ今日の服すごい人気だね、嬉しい。明日投稿しようかな。これはワンピースで、珍しく。なんだろうこれ。あのね、全身見たらわかるけどね、なんていうんだ、なんていうんだろうな、レンガが似合うというか。なんていうんだ。レトロ、うん。なんて言ったらいいんだろうな。こんな感じ。ちょっと外国。
海外ぽいような。確かそういうね、のがコンセプトのとこなんで、夏っぽいやつ。洋風、洋風、それかな。かわいいんよこれは。確かでも実物見て買った。東京で実物見てこれかわいいな。やっぱ出会いですね、洋服とも。イエーイ、ね、この色合っとるんか。そう、このね洋服屋さんがね広島にはないんですよね。福岡はあるし東京にもあるんだけど、ポッケ、うん、あ、機能、何の機能性もないポッケ。コインポケットあっても使うんだけどね私。ね、広島できたら嬉しいな。これ入らん、入らんっていうかね、あのフェイクなんですよ。フェイク、まあ、こういうのもおしゃれだよね。フェイクやけんこそ多分形が綺麗に見えるんですよ。よいしょ、見えるか。引き、下の方にもあるんだけど、かわいいよね。いや、立たないです。引きにはなるが、引きにはなるが、立ったとてよね。いや、そうなんよ、立ったとてじゃないって。これこそ、これこそ立ったとてよ。これ服写すか顔写すかどっちもできない。ポケットみたい、ポケットみたい。ポケットみたい。え、なんで。ね、やめてよ顔いらないって。ちょっと顔いらないやめてよ。何それ。何それ。
天秤で天秤にしたな、天秤にしたな。ま、明日投稿するから、明日か分からんけど。顔必須よね。なんとか顔を写しとるけど、なんかそれも恥ずかしくなってきた。顔写すやんみたいな、絶対。なんか絶対顔写すやんって思ってきた。逆になってきたの、逆に。逆すぎる、もはや。顔見せ、ちょっと今日コンディション多いのかな。うなじは絶対嫌ですね。絶対嫌ですね。そう、可愛い服着たらテンション高になるから。鎖骨は全然いい、鎖骨は全然いいですよ。だから出とるかな、私。あんま、あれ、ちょっとコツなくね。あれ、そこ、あれ、あれ、私鎖骨、あれ、私鎖骨、あれ、え、嘘でしょ、あれ、消えた、え、嘘、え。出し方わかんないんだけど、鎖骨の。鎖骨は全然見せてもいいんです。あ、あら、今出た気がする。あ、角度じゃない、角度、角度じゃん。もう焦った、焦った。それは別に骨なんで、骨は全然見せますね。そうそう、ライト、部屋のさ、明かりじゃない、私部屋さ、あの明かりがさ、あの絶妙に暗いんですよね。骨は全然、あれ、あんま出ない、あれ、やばい、出る方がいいよね、絶対。あ、こうしたら出るの、角度的に。そう、部屋の明かりもあるよね。部屋の明かりもある。明るさと部屋の、あの入り方と明るさですよ。いやー、絶対あった方がいいのに。こ、やば、これ見て、こうしたらさ、すごい出る。分かってきたぞ、こうしたらいい。
これも、もう骨やん。もう骨じゃない。これは前に出してるだけ、鎖骨を 鎖骨を前に出してるだけ。間違いないですね。鎖骨 いや骨、そう、骨ですからこれ。人間の骨の構造。あ、こうしたら、すいません、なんかちょっとすいません、今のはちょっとあれだったかもしれない。なんか今のはちょっとあれでしたね、すいません。なんか違ったな。なんか違いましたね。なんか違いましたね。逆に怖かったね。逆に今人間の骨を感じた。人間の骨身を感じた。一瞬ちょっと骸骨思い出した骸骨やん。いやそうだよね、でも骸骨だもんね、中身。くるぶし、くるぶしって何？くるぶしって何？あ、足？あ、足は無理やな。え、もしかしてくるぶしにも何かを、くるぶしも、くるぶしも、骨ですわよ。確かに何もかも骸骨って言ったらちょっとなんか魅力が薄れる気がする。本当よな。ちょっと夢を壊すような気がする。骨フェチの方の。膝？なんか膝時々言われるな。膝時々言われるよ。特別なフェチ欲しかったえ、そんな願望、そんな願望あるの？逆にどういう願望欲しかったん？あ、膝ね。膝いいよ。私同じ NG ですねなんか NG なんだよな私。なんでだろうな。なんか NG なんですよね。NG 出しちゃう。なんか知らんけど見たいって言われたら嫌だ。やだ。ってなっちゃうんだよね。なんでやろか。
なんでやろか。見せなくていいよって言ったら、OK。OK。もう、天の弱じゃない、そこに関しては。全然天の弱じゃない。見せなくていいよって言ったら、OK。ね、そこは違うポイントがあるんですよね。天の弱ポイントと違うポイントが。見せんよ。今朝は全然もう出とるしね、膝は。同じはもうなんか後ろ向かないかんやん。後ろ向かないかんというのが多分嫌なんかもしれんね。なんか後ろ向かないかん、もしくは後ろにあの立ち位置取られてるのが嫌なんかな。ちょっとなんか後ろを取られたわ、いけませぬみたいな。そういう感じなんかな。後ろを見られたわみたいな、そんな感じなんかな。よく分からんけど、後ろに苦手かもしれない、もしかしたら。前だら、前は全然いいんだけど、後ろだったら急にってなるのかな。何よ何を見てる、何をしてる。忍者なんか、私は忍者なんか。そうだよ、警戒心強いからね、人間として。人間としての警戒心強いからね。警戒心強、高尾ビビリ、うん、ビビリだね。すぐびっくりするもんな、私。すぐびっくりするし、そう、警戒心あるから私。でも私の警戒心を解く技は、あの、可愛いとか好きっていう。
と好きを言えば、私はすぐ警戒心は解きます。え、そうなの？え、そうだの？簡単やわ。早く行ってよーって。そんなことなら早く行ってよ。あ、でも背後は、背後はちょっと無理かも。ちょっと背後はちょっと無理かもですね。さすがに。そうだよ。警戒心は続くからね。私はよく疑問持つから、何でもかんでも。ん？私よく疑問持つからね。ん？ってよく思うんですよ。ん？そっ。人がしてる行動はもう結構多くの割合で、なぜその行動をしたかっていうのは分かるんですよ、私。なぜこの方はこういうことを言ったのか、なぜこういう行動になったのかはもう見たら分かるから、そこで「ん？」って思って。すん、そうなんや。なるほど。察知能力がなんかもうついてるんですよ。そう、だから、そうそうそう、警戒心も強いんですよね。そういうことですよ。
そうだね。同じは、いや、なんだろうね、もう分からん。シンプルになんか違う感があるんだろうね。耳は全然いいですよ耳はいいですけど、まあ全然いいです。多分、いや分からん。人には人のフェチがあるように、私にもえって思うポイントはあったんだねあったんだな。いや、私フェチないですね。私ないんだよね、フェチ。だからそういう話を聞くと、そうなんだって、ないですね。誰でもあるはず。私ないな。なんだろう、なんかあるかな。あると思う。あるかな。人間の中で好きなものですか。人には興味あるよ、私。よく考えてるもんね、人間のこと。いや、全然。見てないな。仕草もな、特にこだわりないな、ダメですよね、その私は性格とか言葉とかで、言葉ヘチとかないよね声は別に。言葉っていうか性格っていうか、でもフェチってな、見た目ですよね。匂いって、あの好きな匂いがあるとかそういうのじゃなくて、性格は、性格についてはいっぱい言えるけど、
じゃないもんね。匂いフェチ、匂いは好きなの、匂いあるけどね。グッとくるってこと？これがこうだったらグッとくるみたいなやつですよね。そうだね、見つかったらまた教えます。グッとくるっていうのがなんか、匂いは一番近いかもな、フェチに。好きだからね。手も別に全然見ないですね。なんだろうね。人見るとき私は目見てる。目しか見ん。でもこういう目が好きとかない。ちょっと今のは語弊があるかもしれんな。それは、うん、もう話してる時は目を見てるって感じ。これがこうだったらいいねみたいなんですよね。私ないな。性格ですね私。性格やな。逆に性格の方をめちゃくちゃ見てるかもしれないね。性格見えない。うん、見えないか。隠しとったら見えんのかもね。でも性格に関してもこれがこうだったらこうみたいなのもないしね。だけそうね、皆さんの言うここは こういうとこが自分は見てるみたいなの話はめちゃくちゃへーってなりますね。新しい発見。新発見って感じ。ね。だけん興味はあるよ。フェチなかったら興味ないになるん。興味はあるん。でも人間観察が好きってわけでもない。
皆さんがどういう生活を送ってどういう行きさつでみたいな、この配信に来てとかはすごい興味はありますね。でもこうパッて見てそうだね、ないんだろうな。言動フェチ。言動フェチなのかな。私は結構言動によっては左右されますけどね。でも言動は全然違うもんね。喋らしと思うね。ないなあ。まあこれから気づいたら言いますね。ん？いっぱい考えた。え？天使？なおさん、ありがとう。天使。今日の服好き、ありがとう。合いそうやけど、確かに。合いそうだ。天使くまよん。
シクマやん。なおさん、ありがとう。天使。ありがとう。イエーイ。今日さ、コーヒーめんの一番くじしたんですよ。そしたら一番この下の章が当たりました。でも全部可愛かった。一番下。保存容器セット。嬉しいなと思ったけど、またしたくなった。かわいい。そう、外れなしの当たり。9時。本当は ハンドモップが欲しかったんですよ、コケミンの。でもこれ豚キムチ入れたらすぐ豚キムチ色になっちゃうけど、多分
また見つけたらやってしまうだろう。これが一番苦じゃの沼。これが沼や。ねえ、ピアノちゃんの一番くじだったらいっぱいしちゃいそう。新潟楽しみにしてます。ピアノちゃんなら誤解はするな。でも最近ピアノちゃん見ないんだよね。サンリオ大賞が始まる前はピアノちゃんめっちゃいたんだけど、サンリオ大賞の結果が出てからあまり見なくなった。どこに行ったの？じゃあこれがこれか。ピアノの誕生日の時にはグッズがあったんだけど、それだけでも嬉しいけどさ。でもピアノちゃん可愛いからな。また春頃にはグッズが出るかな。春が来るまで。ピアノピアノちゃん、ピアノちゃん知らん方からしたらピアノちゃんって言ったらピアノの形のキャラクターと思われてるんだよね。羊なんですけど。羊なんだけど、ピアノの形の。ピアノの曲
ラクター好きなんだ。ピアノちゃん羊よ。ピンク色の羊よ。めっちゃ可愛いから。ピアノちゃん見とったら平和な気持ちになるんよ。なんで好き？なんで好きなんだろう。可愛いから。一目惚れかな。可愛いから。前メロの横にいたけど、前メロの横でちょっと映ってるピアノちゃん見て可愛いと思ったんだよね。最初はそんな感じだったんよ。前メロの横におる、俯瞰で見る時の前メロ、野原におる時の前メロの横におる時のピアノちゃんが、しかもいつもこの、いつもこういうポーズでおるピアノしかおらんかったけど、今や成長しました。単体だからね。そう、私はそうピアノになんかいろんなポーズをしてほしかったね。いろんな表情とかいろんなポーズとかいろんなものを持ってほしかった。だからその夢は叶ったんだよね。いつもこれだったから。そうなの、いつもこれじゃないって、ポーズこれじゃないいつもみたいな。うん、分からん。そのポーズしかしないでって言われたんかもしれんし、それかも最初はこのポーズ一本でいこうっていう感じだったかもしれんよね。そう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 。よかったよ。今や誕生日も祝ってもらえて。街中でもピアノちゃんを持ってる人も見かけます。これからかな。そう、でもピアノちゃんあれだもんな、なんかグッズ出たらなくなるんだよね、すぐ。
いいのか悪いのか。そうね、もともと少ないかもしれんけど、それでもやっぱりなくなってるってことはいいことだよね。これから増えるってことかなみたいな。私は変えてないけど新作出ても変えてないけど、あれない。ピアノだけないって。シナモンまだおるのにピアノだけない、ってなった時もありました。やし多分再販もない。でも最近キティちゃんがすごい、今すごいからね。ミルちゃん全然ないね。でも最近おるよミルちゃん。キティすごいよ。キティさんは、キティさん殿堂入りかと思ったら最近またさらにキティさんキティさんおもろい。キティさんって呼んじゃうよね、なんか。いや、なんかなんだろうね、キティさんのいいの。でも時々こう愛を込めてキティちゃんって呼ぶ時もあるけどキティさんよな、もう。キティさんや。最近すごいよ。いろんなものと全然まだまだコラボしてるし、まだまだコラボも止まらないですし、しかも最近はもう若者に人気ですから。卒業はないんじゃない？事実的な卒業はないと思う。新しい子はどんどん出てますけどね。あれ、こんな子、あれ最近よく見るな。でもやっぱり昔好きだったキャラクターとか今もいたらやっぱりテンション上がりますから。私の世代はウサハナなんですけど、ウサハナが今もいてくれることに感謝。ウサハナめっちゃ好きで、ウサギのなんかぬいぐるみみたいな、ウサハナの筆箱使ってたから。私の世代はみんな好きやった。
なんか絶対筆箱はなんかこれが多いみたいなのなかった？なんかこれだよねみたいな。あって。皆さん何でした？筆箱。プーマね、なんか流行った気がする。プーマ、ケロッピー、ケロッピー、かわいい筆箱をね。ケロッピー良かったんや。かわいい。そうなんや。魚チーム平成レトロ、平成レトロ、え、もうそんな言い方に。レトロになった。平成レトロ、ガラケーね。平成ルーズソックス、ルーズソックスって平成？1990年。あ、そうなんや。平成バブル、バブルって平成？平成の最初？昭和？バブルは昭和？平成ティラミス、ティラミス平成。のぞみ、ポケベル、ポケベル平成？これ混ざってんのか、いろいろ。どうしました？ポケベルじゃないの？平成レトロ。でもたまごっち今流行っとるもんね。なぞなぞはめっちゃ流行ったな、私。
なぞなぞ今も流行ってるっていうか、もう流行るもんっていう、そういうものじゃない、もう常に。そうなんだ。なぞなぞの小さいキーホルダー、あ、何これ、なぞなぞの小さいキーホルダーが流行ったん、これよく見たら、なんかよく見たら、あ、そうな、なぞなぞのキーホルダーが流行ったん、なぞなぞじゃなくて、そうなんや、エッセルト、うん、タピオカはね、タピオカは最近じゃない？最近じゃない。小さい粒のタピオカが流行った。え、最近流行る前に？懐かしい、鉛筆削りがついてる筆箱、これいつまで使ったんかな、私めっちゃ使った気がする、もうめっちゃ使ったよ、いつ変えたんか覚えてないぐらい、もうほぼ端っこらへん真っ黒になっとったもん、虫キングは？虫キングやった。じゃんけんの。じゃんけんのやつ。私はそうだよ。ラブ&ベリーじゃなくて。虫キング面白い、鉛筆でめっちゃ遊んでたよね、なんかとりあえず。虫キングめっちゃやってたな。カブトムシと。何持ってたっけな私。なんか光るやつもあるんだよね、光ってるカード。
とはキラリが好きで、キラリンレボリューションが好きやったからめちゃくちゃキラリのカードは集めてた。着せ替えができるやつ、そう、チャオはもうずっと買ってて、発売日に買うぐらいずっとスーパーで毎月買ってた。チャオはねめっちゃ好きやったね、欠かさず。うん、チャオで、そうそう、でちょっとあのなんだろう、大人なお姉ちゃんがいる子は仲良しとかリボンとかなんですで時々借りて読んだりしてた。大人やなみたいな大人やなと思ってて、守護キャラ見たいけん見よったな。守護キャラも好きやったんや私。これは何やったかな、なんだ、あ、そう、アニメで、そう、好きになったんですか。カードキャプターさくらも好きやったね。カードキャプターさくらなんかでもいいね、レトロ感あるね、カードキャプターってさくらってレトロ感あるな。なんか魔法少女なんちゃらみたいな、そういうの多かった。もう題名に書くやつ、タイトルにもう書いちゃう。難しい、難しい。で、あのお兄やんからコロコロコミックを借りてめっちゃ読んどった。いろんな、いろんなの。雑誌とかそういうのめっちゃ好きやったよね。でなんか付録で作ったりとかめっちゃ好きで、小学何年生みたいなやつも買ってたもん小学何年生みたいなやつ、付録でなんかもういろいろしたくて作って、めっちゃ好きやったな。
チャオはすごいね。チャオは付録もすごいよね。すごいなあ。うわ、懐かしい。これ筆箱とかシールとか、なんかキラキラのペンとか定規とか全部持ってたなあ。とりあえず毎月のお小遣いはまずチャオで消えます。そうよ、学校に持っていくんや。キラリがめっちゃ好きやったよね、とりあえず。確かにその頃から雑貨集めが趣味でしたね。あ、そういうことか。付録を持って撮った、あの雑誌自体は違うよ。そういうことね。一巻からまた見たいな。読み直したい。どんな物語だったのか。クレープが好き。よく見たらキラリピンク担当やん。やっぱりこの頃から私はピンクが好きやったのか。あと塗り絵がめっちゃ好きやったんや。塗り絵がめっちゃ好きやった。私の楽しみ。でも一回塗ったらもうなくなっちゃうから、めっちゃゆっくり。一ページずつ。一日一ページ。うん、写し絵も好きだったよ。あのめっちゃ透明な紙ね。あの透明な紙がめっちゃ大好きだったんだ。あの透明な紙がもう好きすぎて、あれにめちゃくちゃ私の中で価値があって、これは
殊なレアな紙で、でキラリを描いたりして、それで宝物なの。名前すごいな、キラリって。好きやってな。とりあえずね、なんか絵を描くのも好きで、絵描くの好きやったな。キラリになりたいとは思ってなかった。ただ好きみたい。でも絵上手くならんかったよね、そんな。小さい頃から描いとったけど、よくなんか家族の絵描いてた。とある日の出来事を描いたりして、そうそうそう、で鉛筆でね。目はあれね、米型の黒ね。みんな米型の黒。でもその時のあるかな、イラスト上みたいな。とりあえず私にとってメモ帳もめちゃくちゃ希少でレアで、メモ帳にめちゃくちゃ価値があって。そうそう、残ってそうだな。でもイラスト帳、それか私が捨てたかもしれない。もういいやって、ぽいって。ぽい、私はもう実際全部捨ててもいいって思ってる。見返すことがないなって思ってるけど、お母さんが残しとった方がいいよって言うから、それを懐かしむ日も来るのかなって、見たくなる時もあるのかなと思って。残しとこうって。お母やんの言うことは絶対だからね。
そう、なんか あったかな。いつも実家に帰ったタイミングでなんか見つけようと思うけど、あんま見つけてないね。平成もレトロか。もう令和か。昭和はどうなるんだ。大昔なの？大正はなんか昔のイメージはあるけど。そっか。そっか。平成。平成10年、私が10年生まれで、26年、経とうとしている。そう思ったら結構そうなんだね。25か。
25年生きてきたのか。25年って結構長いですね。そうだ。25年も長いな。すごいな。100歳まで、100歳って思ったら4分の1か。ついに私も25年間生きてきたか。まだこれからやな。と言って何かもう今のうちにね、何だろう、なんだろうな、ギュッと楽しみたいよね。ギュッとして楽しみたいな。今を楽しむ派。で、あとはのんびり暮らす。どうなってるか。想像つかんな。
りあえずそうだな、家族がみんな健康で元気にいてくれたらいいな。なんか10年後も集まってご飯とか食べたいな。そうなんや。やっぱね、私家族めっちゃ大事やなと思って。めっちゃ思った。やっぱり私のなんかあんまり気づきにくいけど、魂の場所なんやなって思ったよね。それは思い知らされましたね。なんかずっといるって思って、思ってしまうよね、家族って。10年後ファンミ20年後集まるか？いや、集まらんやろ。本当か？でもすごいね、20年後も会いたいって思ってもらえる人ってすごいね。いや、そりゃすごいと思うよ。すごいことだと思うよ。私は20年後は45歳本当に？45歳の私に会いたい？どうなってるかな。やばい、なんか20年後ってそんなに遠くない気がして。え、ポケットあるこれえ、これポケットある、びっくりしたこれポケットあるやん、びっくりした今。え、今なんか隙間が入っとって隙間が空いとって、何、え？って思ったら
ちゃんとゆとりのポケットあった。びっくりした。これすごいな、この機能。この機能すごい。本当ですか。でも20年後にもしなんかあったら何話すってなるね。でもそんな遠くない未来じゃない、20年後ってパーって過ぎそう。それが私ちょっと怖いな。もう20年すぐ過ぎるって。20年という月日がすぐ過ぎるって。私多分忘れんよ、あんな方のこと。忘れんと思う、名前と顔と話したこととか忘れないな。でも私もどこにあるか分からんもんな、20年後健康か分かんないしな。健康でいられるように頑張ります。まずはジュースをやめるところから始めようかな。まだジュース全然やめてないから、お茶に水に変えな。あとはいっぱい幸せなことを考えな、楽しいことをいっぱい考えなね。顔変わってなかったらどうする？怖くない？やった。なくなっちゃった。やばい、やばいほどなくなっちゃった。怖くない？逆に。でも本当に変わらん人おるよね、ずっと。本当にずっと変わらん人もおるじゃん。私ね、顔ね、こんな顔だったんだよね、ずっと。昔からっていうか、ちっちゃい頃から。そう、ちっちゃい頃からこの顔なの。だってさ、お母やんが言いよった。急に私の顔見てパッて見た時にびっくりしたみたいな。3歳の頃から顔変わってないって言いよった。いや、それはもしかしたらお母やんから見てかもしれんね、かもしれんけど。え、びっくりされた。でも私多分小学1年生の頃からこの顔だったんだよね。か5歳
5歳。止まらなくなった、やばい。こんな顔だったんだ。でも多分中学高校ぐらいで暗黒期を経て多分どんどん顔が暗くなっていたんですけど。でもその暗黒期を取り戻すかのように最近は明るくなってるから戻ってきたのかな。やっぱ人生のあれによるね。暗黒期なのかそういう時期がないかあるかでめっちゃ変わると思う、顔の表情。そうそうそう、楽しいことが多いのが一番ね、うん、だけ暗黒期の時が逆にこんな顔じゃなかったそろそろ終わりますね、配信。暗黒期の時はそう、そうだよ。なんだろう、ね、暗黒だからね。ちょっと配信で話すにはちょっと暗すぎるかもな。配信で話すには暗すぎるな。暗黒だったのよ、とりあえず。全然、でも今は全然笑えるっていうか、敵もあったなって。全然笑えて言えるね、その時のことは。全然なんかちょっとおかしかったよねみたいな。そう、大丈夫かったかな。ね、親友ちゃんいてよかったな。ゆうちゃんがあれだったからね、唯一。
ほど。なおさん、神戸のヒッキーさん、F渋谷さん、マイセンタン、ユッキーさん、みつるんさん、のぶさん、ファルコンさん、鳥取太郎さん、さとけんさん、台湾のこうさん、阿部ひろしさん、せいやんさん、ななうさん、わたてさま、けいさん、ふじぽんさん、きちねさん、かきひろさん、オーサムさん、みっちーさん、ラティアさん、りょうへいさん、ふみふみさん、ときわさん、ゆうすけさん、たかのりさん、ふうちゃん、ゆいぞうさん、らくらくさん、かたむつりさん、なかむらみちひろさん、としささん、まなべさん、ありがとう。ありがとうございました。こうやって時間はすぐ過ぎ去っていきますね。今日も一日が終わって何も明日からの準備をしておりません。やばいです、やばいです。しかもなんか食べたくなってきたし、やばいです。どうしましょう、どうしましょうか、どうしましょうかね。ちょっと考えれんな考えれんな。頑張りますわ。飲み物飲むでもお腹たまるか。飲み物じゃお腹たまらんか。いやアイスね、確かにアイス考えてなかった。食べようかな、アイスいい。じゃあねー。